大便だわ、じゃなくて大変だわ。今朝、いつも通りうんちをグリグリしていたら、お尻の穴から白くて長い紐のようなものが垂れてきたの。クソきしょいし、邪魔だし。こんなものを垂らしていたら、私のプリティーなイメージに傷がついてしまうじゃないの。ググってみたところ、これは寄生虫の可能性がありそうね。牛や豚の生殖から感染の可能性か。思い返せばここ半年くらい、近所の養豚場から夜中に豚を盗んできて、そのままかぶりつくという食生活だったわ。火を通すべきだったわね。でも、今更後悔しても始まらないし、これからどうしようかしら？引っこ抜ければいいんだけど、寄生虫なんてキモくて自分では触れないわ。うんちついてるし、汚い。こういうキモい生き物には、キモい生き物で対抗するしかないわね。トゥルルルルルル、トールルルルルル。はい、何なのだ？あ、ずんだもん。お願いがあるんだけど、いいかしら？どうせろくなお願いじゃないと思うけど、一応聞いてやるのだ。お尻の穴から寄生虫が出てきたから、あなたに引っこ抜いてほしいのよ。今すぐ来て。バカなのだ。そんなの嫌に決まってるのだ。病院に行けなのだ。